アンエロス・バシナスは、ギリシャ・ハルキダ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ギリシャのクラブ、パナシナイコス FC のユースチーム出身で1995年にトップチームデビュー。ギリシャ代表には1998年8月18日のエルサルバドル戦でデビュー、2日後に行われた同国との第2戦で初得点を挙げている。 2002FIFA フフワールドカップ予選以来代表のレギュラーに定着。ユーロ2004では優勝を経験している。開幕戦となったポルトガル戦では51分にギオルゴス・セータリディスがクリスティアーノ・ロナウドに倒されて得た PK をゴールミギスミに確実に決めて決勝点を挙げた。また同カードの決勝戦では57分にコーナーキックから アンゲロス・ハリステアスの決勝点をアシストしている。2007から08シーズンで RCD マヨルカとの契約が終了、その後イクアテネ FC に加入した。2009年2月、ポーツマス FC と1年半の契約を結んだと発表した。2010年には AC アルルアビニョンと契約を結んだものの2ヶ月で退団した。ありがとうございます。